こんにちは。今回の動画はめっちゃ短いんだけど、夏休み期間中の荷物についての動画です。今は Airbnb 使ってニュージャージーにいるんだけど、めっちゃ犬が可愛い。さあさてさてさて、このやばい荷物を運びますよ我らで。これもありますよ。 1,2,3,4,4つ4つを2人で運ぶ。でこっからめっちゃね入り組むんで、動画で見てもらえればわかると思うんだけど、めっちゃ荷物が多いです。数えるのがちょっと嫌になるぐらいたくさんの荷物を持って頑張って2人でストレージで運びました。実はこれは4人分で、今映ってない2人は先に日本に帰りました。ちょっとフライトの関係だから仕方ないね。ストレージに関してのことなんだけど、夏休み期間中は基本的に寮が全部閉まっちゃうんで、みんな近くにあるストレージを借ります。カノンが持ってくる姿でもいいよ。頑張れー。今回僕たちはキューブスマートストレージっていう大学から20分ぐらいの場所を借りました。だいたいこのぐらいになると使用料金が半額ぐらいで借りれるんで、大人数でだいたい借りれば安く使えると思います。で僕たちは1ヶ月120ドルぐらいの場所を借りました。4人で使うんでだいたい1ヶ月1人30ドルぐらいかなです。このアングル意味わかんないでしょ。早っ。さあじゃーん、こんな感じで全部入りました。意外とあれだね、大丈夫だったね。ちっちゃいところだ、結構本当にちっちゃいところだったけど、余裕で物は入ったんで、グッジョブ。はい、まあなんかちょっと汚いんですけど、まあ、こんな感じで荷物入れて最後に鍵閉めておしまい。まあなんかいろいろ問題が、鍵閉めの問題が発生したんですけど、それは動画で見てください。ここ取る必要ある。謎でしょ。え、これどうやってやってるの。あ、これを戻すの。ストレージロッカーを使うことがあったらこうやってロックするんだよっていうところを見せるの。え、閉めないんだけど。初めて自分でいろいろ手続きしたけど、割と簡単で、パスポートとかのガバメントイシュル ID がストレージを借りるのに必要なんで、それだけ持ってれば、それだけ気をつけてれば、あとは全部お金があったら借りれます。はい、OK です。はい、イエーイ、終わった。疲れたね、帰ろう。では最後にカノンのよくわからん動画でさようなら。